父上が一つ目の野営を敷いた場所。若、これより父君がお話を。鎧をお召しください。さあ、父君のところへお連れいたす。奴らは己のことを思い違えておる。さながら武家だと。だが、あやつらは武士か？いや、違う。ふん。ネズミよ。欲深く、荒らかな病のネズミだ。そして、ようやく巣を見つけた。こっちだ。父上、ご無礼を。お主らの所従は五匹の首を取れ。そしてお主らはおのおの五十。不足あらば泳いで帰れ。支度させよう。まずは竹の辻へ進む。父上、よく見せてみろ。その鎧で戦へ。綿紙が緩い。土で打て。他はよし。お許しを。過ちから背かず学べばよい。それで死なずに済む。稽古を思い出し、わしから離れるな。残るべきでした。今さら目を澄まし、決して抜かるな。自慢のことなれ。自慢のことなったでしょうか。ここで初めて酒を飲んだ。酒が尽きた。お前が取ってこい。はい、父上。ジン、あまり離れるな。殿のご下司だ。足立殿、子守をするほど手すきなのですか。言うではないか。では大人と思って叱らねばな。みな、今日はよくやった。私からも礼を言いたい。父君のご尽力です。海賊は父君を人斬りと。実に殿にふさわしいの。私も見習わねばな。ではこれにて失礼。酒を頼まれたのだ。
ああ、ではこちらを。海賊どもの酒ですがね、お持ちください。お持ちいたしました。よし、座れ。さあ、お前も飲め。老頭とは祝わないのですか？老頭との間には隔てを置かねばならん。なぜ？ひいきは好機を乱すからだ。父上のために戦ったのに？それが奴らの務め。問答は無用だ。わしと地頭殿もそうだ。お主の母とも同じことを語った。あれの言葉は助けとなったな。私も恋しく思います。千代は思いやりと知恵のある女であった。あれが死んだ時、わしの何かも死んだ。母上との思い出はこの笛だけです。聞かせてくれんか。さあ、吹け。初めて父上に頼りとされた。初めて親子だと思えた。うん、ここは戦場だった。思い出したくもないな。ジン、怪我はないか？これで勝ったと言えるのか？さあ、父君のところへ。足立殿、私は喜び勇むべきでしょうか？勝ったとて勇む道理はないぞ。こたびの戦は海賊をかくまった者どもへの戒めに過ぎん。あの者どもは戦の作法すら知らぬ百姓。黙れ。わしはこやつと話してまいる。足立殿、皆に飯を、酒も振る舞え。こっちだ。父上、この戦は？あやつらは海賊をかくまった。何のことか分からない。だから村の者を全て殺したのですか？いささか分別がなかったが、始めたのは向こうだ。私が切ったのは？お前が切ったのは罪人だ。見事であった。思いがけもないほどに。父上、地頭殿のご下旨に従ったまでだ。顔を上げろ。お前は戦士だろ。父上が生きていれば、クロードを認めただろうか。
上の七から遠くない。足立殿、何やら不義を行ったでしょう。わしの勝ちだな。さあ、野営へ戻るとしよう。下道に負けた銭は返すなと教えられました。優れた者に負けるのは恥ではないとも教わったはずだが。次の勝負ではまず弓を改めます。ああ、よかろう。ただし、銭を忘れるな。次の戦で、ようやくしまいだ。その後、この汚れた島を立つ支度を始める。足立殿、父上と話してまいります。行ってこい。戦の後は、志村殿の家来に任せればよい。父上、お話が。よし、ついてこい。何用だ？戦の後、息に残って父上が治めるのですか？残らん。近江と戦場が我が家だ。お前はここを治めたいのか？以前はそのように望みましたが、今は戦場で生を感じます。ああ、堺の地だ。なぜです？管轄は志村殿が得手とすること。大風の来航のごとく、大山の雪崩のごとく、それが堺の強者だ。それが堺。かつてお前は弱く臆病だと思っていたが、同じ時を過ごして悟った。堺殿、ご無礼を。しかし早馬から知らせが。ああ、しばし待て。行かねば。支度を済ませろ。今日はわしに続け。お前を守る。俺と同じ時を過ごして父上は何を悟った？思案すれども知る由もなし。心にもやがあるようだ。あの最後の戦で父上は船を出した浜へ戻らねば。水の番をしたな、亡き父上のため。その曲、美しいものでございます。成り合っておらん。父上を忍ぶ曲だ。失礼を妨げてしまいましたね。父君の荷ですが、いくつか見つからないのです。私が探す。しばし待て。承知いたしました。父上、続きは対馬で。
これは母上が書いたもの。母上の声を思い譲るため、どのような声であっただろうか。大風の雷光のごとく、大山の雪崩のごとく、これすなわち堺の強者なり、父上の遺言となってしまった。戦で折れたと叔父上から聞いたな。父上の力におののき、逆刀は直ちに降参したとか。陣、ほどなくして出立だ。しかし足立殿、父上の荷が見つかっておりません。近くで海賊を見たという者がおります。さあついてまいれ。承知しました。しかし下に無念であった。皆が悲嘆に暮れておる。痛み入ります。大海の民は弔いの手はずを整えておる。わしが陣を連れて参ろう。父君も。お助けすべきだった。さすれば陣も切られておっただけだ。お主が家督を継ぐのだ。じきに父君の鎧も継ぐことに。私はふさわしくない。足立殿、大勢の海賊が向かっていると早馬が。急ぎ出立すべきかと。しかしまだ荷を積み終えておりません。捨ておけ。人の命の方が大事だ。酒井殿のご下旨だ。行け。息での思い出から逃げてきたが、再び相対して父上の本心を知った。戦の後、酒井忠という鎧を脱いだ後は一人の男だった。常に何かを追い求め、いや己から逃げていたのか。あの日ついに立ち止まってくれたが、時すでに遅かった。